やっほー、さくらです。はい、ということで、なんかさ、昨日さ、携帯落としちゃったらさ、なんかここになんかちょっとぼやけ、フィルム貼ってなくてさ、最悪なことになっちゃったんだけど、ちょっと今日は宮崎に行く前のメイク、ノーメイク、ちょっと見ちゃった。ノーメイクじゃない、ノーカットメイクを出てきたと思います。やばくない？ほんと最悪って感じ。お風呂に入って、さっき上がった髪の毛だけ乾かしたんで、ちょっと急ぎ目でメイクしていきたいと思います。ということで、レッツゴー。あ、髪カットないのはず。じゃあちょっと待って、メイクしていこう。はい、でカラコンはちょっと後で入れるから、とりあえず、はい、ピョン、下地ナンバーズインのファンデ、トーンアップ。じゃあね、ちょっとね、友達にね、めちゃめちゃおすすめされたから、めっちゃいいらしいから、ちょっと使ってみます。なんかさ、最近さ、メイクめっちゃさ、時間さ、早くなったな。なんか、今まではさ、ダラダラしてたのかな。最近ちょっとテキパキになったのかわかんないんだけどさ、15分ぐらいでメイク終わるようになったの。だけど今日は本当に急ぎだから、飛行機の時間間に合わないのは最悪だから、ちょっと急ぎ目で15分で絶対終わらすわ。こんな感じで下地は手でね。ここにさ、最近さ、めっちゃ肌のちゃん良かったのにさ、ニキビできたんだけど、ありえなくない？ね、やばくない？ここに、マジさ、最悪なんだけど。1カメ、最近ちょっと部屋汚すぎてるな、なあ、やばいな、ちょっと。昨日さ、サラダみたいな作ったからさ、その洗い物だけ終わらして行くわ。着替えも準備してないや、やばいって。今あと40分ぐらいで出ないといけないから、結構やばいです。ファンデはね、飛行機とか乗った時にさ、崩れるものだから薄めに。はい、だから結構ね、急ぎ目だからね、適当かも。こうやってやったらちょっと裸に見えて、ちょっと嫌だ。ちょっと待って、チョブリグ。はい、じゃあ続いては、コンシーラーはね、もうこれマジで超いいんだけど、ヒンス使ってます。ヒンスの一番軽い色。気になるところと小鼻とぐらいかなにのっけて、まあスポンジがある方はスポンジで、私はこのミシャのやつで。最近さ、実家に帰ることがさ、ちょこちょこあってさ、ママと久々にコンビニ行ったのね。なんかコンビニ、ママとは行くだけでこんなに幸せなのかって思った。マジママ大好きだからさ、超楽しかった。やっぱ久々に今日さ、パパに会うんだけどさ、パパさ、結構さ厳しいのね。なんか顔丸だったとか、なんかちょっと化粧けばないとか、結構思ったこと言うから、関西人なだからか知らんけど、もうめっちゃ言ってくるのね。だから絶対可愛くしていってやる。めちゃめちゃ可愛く言ってやるから、覚えとけよ。パパとはさ、半年に1回ぐらいは会えてるんだけどさ、こうやってさ、宮崎でさ、今回仕事で行くんですよ、プライベートじゃなくて。仕事で行けるのが何よりも嬉しいの。なんかさ、超嬉しいって感じ。やっぱなんか貢献じゃないけど、なんかパパもママもやっぱ嬉しいだろうし、地元の子とかもさ、やっぱさ、
嬉しいじゃん。やっぱ髪の毛広がりすぎじゃない？マジでさ、エクステだからさ、超広がるんだよね。ストレートにしていくわけ。まあ、とりあえずメイク終わらすわ。はい、ファンデーション、あ、消化するの忘れてた。このコスメデコルテ、これ2個目マジでいいよ。で、あの保湿、唇の保湿はクラランスの15番。だってね、他のメイクしてる間に保湿してたら全然ね、リップのあの乗り具合違うから、やってみて。とりあえずね、シェーディングだけするわ。アンドビー、鼻筋とフェイスラインにも塗るね。ほんとにさ、最近マジで超良かったの、肌の調子。ふざけんじゃねえよ。なんで？なんで？なんで？なんでな？あー、昨日ちょっとね、最近の食事生活がダメだったのかな。それじゃん、絶対。てかさ、友達がさ、なんか浮気される人が多いのね。なんか、友達浮気されたみたいな人めっちゃ多くて、うちも実際されたことはあるから分かるの、その気持ちとか。だけどさ、気持ちが分かるからこそさ、なんか浮気されてもさ、どんな浮気されてもさ、一瞬待って、ケイトとこのエクセルの07番を使って眉毛描いていく。だからさ、好きなのね、浮気されても、そこも含めて好きじゃないけど好きなのよ。とにかく彼の全部が好き的なね。何言ってんだよっていう人もいるかもしれないけど、自分の立場になったら分かるの。だから分かるからこそさ、友達がさ、なんか何されてみたいな、めっちゃクソと思ってるよ、うちも。だけどさ、なんか別れろよとか言いにくいんだよね。今すぐ別れろとかさ、なんかねって思う。正直さ、誰が言ってもさ、好きな気持ちには勝てないじゃん。だけどさ、まあ別れた方がいいと思うんだけどさ、ねえって話だよね。だからさ、なんかたまにどうしていいか分かんないんだよね、その相談の時。自分も気持ちわかるけど、別れた方がいいけど、なんていうのが正解なのだろうか。だから、私はその時に、もう、本当に、まあ、暴力とかはさ、もうさ、別れるしかないけどさ、浮気とかはさ、なんかさ、ちょっとさ、みんなしてるって言ったら言い方悪いけどさ。でもさ、もう普通のことじゃないんだけどね、普通の。やばいことなんだけどさ。でもそこまで今すぐ別れろとかもさ、言いにくくてさ、なんか言えない。だからとことん好きでいいなって、絶対冷めるときも来るしって。周りがさ、最近さ、なんか浮気ブームなのね。浮気されブーム、言い方悪いんだけど、マジでそうで。だからなんか言葉わかんなくなっちゃう。しかもなんか自分で言うのもなんなんですけど、なんか相談されやすいのね。なんかめっちゃ、なんか初対面でも相談されるぐらい、なんか相談しやすいのかわかんないんですけど、結構相談されることとか多くて、で私もなんか相談とかも聞くの慣れてるっていうか、結構みんなから聞くから聞くんですけど、相談意外とね、わかんない、何言ってるか。しかもさ、大体年上の人だからさ、周りが年下から何を物申していいのかもわかんないし、ちょっと眉毛失敗しちゃったけど、まあ、前髪下ろすからすぐよね。とりあえず眉毛とか終わったけど、どうしよう、ちょっと待って、アイメイク急ごう。てか待って、時間ないんだけど、喋りかけないで。でもさ、ノーカットだからさ、そこまでね。いいえ、ピンクメイクにしますわ。
アイホール全体に。結構ね、アイシャドウってね、意外と広く塗っても。すごいんだけど、なんかさ、早起きとかしたら吐き気しない？今吐き気してるんだけど。大丈夫かな、今日。たまにさ、朝起きてさ、あ、今日調子悪いわって分かる日あるじゃん。それだったらやだ。もう吐き気するだけだけど。こんなさ、あくびしてるとこもさ、な、あの、映るってこと？最悪なんだけど。ねえ、ほんとにこれさ、宮崎から買ってきたらすぐ修理行こう。てか、宮崎でしちゃおっかな、修理。なんならね。涙袋は、このキャンメイクの、あの、スティックコンシーラー02番とケイトのダブルライナーを、使い分けていきます。なぜ涙袋ある人しか勝たんって思う？他の人もさ、涙袋ある人って超かっこよくない？そう、涙袋ある人いいってね、この前撮影現場でね、まあ、盛り上がったのよ。なんか好きなタイプの顔の話になって、みんな大体笑った顔が可愛いよ。もうなんかクシャーって笑う人とか、涙袋ある人、一人二人とかはめっちゃなんかもうあの個人差ある。もうみんな、あの、どっちも5ぐらいいるから、あくび隊派と二人。わかんないんだけど、もうみんなに共通するのは笑顔がクシャと、あの、涙袋。あと、眉毛綺麗な人。眉毛綺麗な人ってみんな言ってた。てか、うち飛行機乗る前につけようかな、カラコン。そうするわ。直前に可愛くなるわ。あのね、さ、こうやってさ、急いでさ、遠出するときにこうやって急いでたら絶対忘れ物するよね。そうなの、すんの、うち毎回するから。あんまりしなかったことないんじゃねえのってぐらい。本当にアイライナー引くか。この前 YouTube 撮ってたのね、何の企画だったっけ、ちょっと前だから忘れたんだけど、企画撮ってる時に私いつも iPhone で撮ってるんですよ。 家で一人で撮る時は、あのボタン、録画ボタン押し忘れて、もう本当に最悪じゃない？ずっと一人で喋ってたもんね、撮らずに。切り替えすごくね。こんな感じ。アイラインは大体長めだね。最近ね、昨日で撮った動画があるんです。それがなんか、あの、カラオケで撮ってるやつで、なんかカラオケって目パチパチするじゃん、なんかだからうち目痛くなってカラコン撮ったのね。で、なんかその時にカラコン撮った後に TikTok 撮ろうみたいななって、わっ、壊しちゃったみたいななったけど、撮ってたの。それあげたのね、昨日の TikTok。そしたらなんか、裸眼なだけでさ、裸眼ね、うちなんか目きついのめっちゃ。だから目がきついのがコンプレックスで、カラコンも始めたの。だからさ、うちが使ってるベビーモテコンとかもさ、結構目キロンってなるからめっちゃ好きなんだけど、それ外して TikTok を撮ったらなんか目怖いみたいな。コメント送ってさ、やめてよ、やめてよ、わかってんの自分で。もうね、なんか ね自分でね、分かってんのよ。なんか自分で本当に全部分かってんのよ。何回も言うの。分かってんだけど、やっぱ人から言われるとさ、あ、そうなんだってなる。はい、エチュードハウス、これいつも使ってるやつ。何ショックって感じ。
ねえ、17分も経ってる。本当にやばい。本当にありえない。ねえ、バカバカ、何やんない。本当にさ、間に合わいません。やばいやばいやばい、どうしようどうしようどうしよう。羽田まで行かないといけないのにさ、もう間に合わない、やばい。こちら、エレガンスのマスカラスタジオ。今日メイク薄くていいね。明日がイベント当日なので、今日は宮崎で YouTube を撮影するので、多分この後上がりますね。マジ楽しみな企画するの、超楽しみ、最高。ねえ、最近一メイクうまいの、実は。でも今日はちょっと調子悪い。なんでアイシャドウ、アイシャドウじゃない。マスカラ。嫌だ、マスカラしてるところも映さないで。あと最近ですね、ポッキンのあのバトルが久々に始まりまして、今絶賛バトル中なので、始まってまだ1ヶ月目なので3ヶ月あるんですけど、1年から金表紙が5分ちょっとなので、ぜひぜひお願いします。お疲れ様です。すみません。オッケー。こんな感じ。したら最後ハイライト。ハイライト。ハイライト、これ。セザンヌのパールグローニュアンサー。なんかちょっと紫っぽいやつ、この子に見えたやつだから。7月はですね、イベント盛りだくさんなので、ぜひ来てください。インスタに詳細ハイライトに載っているので。 OK、 あっちはほら最後できました。はい、ということでこんな感じで終わりー。どう、なんか薄メイクと白髪だしなんだけど、今日はノーカットメイクでした。20分も使っちゃった。もうあの羽田行くんで、ちょっとバイバイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョメイク飛行機落ちませんように。